エド・ベグリーは、アメリカ合衆国コネチカット州ハートフォード生まれの、俳優である。息子で俳優のエド・ベグリー・ジュニアに対して、エド・ベグリー・シニアと表記されることもある。乾いた太陽で、第35回アカデミー賞のアカデミー、ジョエンダニュー賞を受賞している。1901年に、アイルランド人の両親のもと、アメリカ合衆国コネチカット州ハートフォードに生まれる。 9歳の時にアマチュア劇団の舞台に出演したことをきっかけに俳優になることを決意し11歳で家を出て職を転々とするアメリカ海軍で4年間を過ごしたほかボーリング場でピンの整理係をしたりサーカスで働いたりしたこともあった1917年の大ヒットブロードウェイミュージカル Going Up に出演翌年のロンドン公演にも出演する 1931年に、ボードビリアンとして舞台に立つようになると同時に、ラジオアナウンサーとして、働くようになる。1947年、劇作家、アーサー・ミラーの出世作となった、舞台、みんな我が子に主演し、成功を収める。同年のエリアカザン監督作品、影なき殺人で、映画デビュー。出身地コネチカット州で実際に起きた事件をもとに、 した作品である。1950年代以降は、様々なテレビドラマにも出演するようになる。出演したドラマで、日本でも放送されたものには、弁護士、プレストン、ローハイド、逃亡者、バージニアン、ボナンザなどがある。1955年の舞台、インヘリット・ザ・ウィンドウで、第10回、トニー賞演劇助演団優賞を受賞。 主演のポール・ムニが4ヶ月で降板したため、その後の公演では、ベグリーが代役を務めた。また、1965年のドラマ化作品では、オリジナルの舞台で最初に演じた役で出演し、エミー賞にノミネートされた。1962年の映画、乾いた太陽で、第35巻アカデミー賞の助演男優賞を受賞する。1970年に、 心筋梗塞で死去。ありがとうございます。